時間は流転し、死へ望む存在とともに生まれ消えていく。有限。一方で、時間は過去から未来へと移ろいゆくのではなく、超自然的に悠然とただそこにある。無限。英知を持つを知らぬ者こそが、真の知を知る者は地に溺れ、知を知るを知るとなし、知らざるを知らずとます。知らぬことを知らぬと認めることこそが、神へと近づく第一歩となる。こいが愛しや。ねえがゆり、ここにある紙ポップ。いいと思うよ。はい、頼まれてたお菓子買ってきた。これお母さんが持って。ああ、唐揚げだ。ねえねえ、ちょっといいかにゃん。このペットボトルを冷蔵庫に入れといてほしいにゃん。知らんよ。やむを得ん。これも死体につけられた選択ならば、な、え、貴様、勘弁。しかし、オカリ。アンジェルナ、お前は C なんだ。この未来ガジェット研究所の創設者。何か問題でもあった？オカリの様子が変？何言ってるの、マユリ。オカベの様子が変だ。そうそう、マキセ氏の言う通り、変じゃないオカリンはオカリンじゃないよ。それよりオカベ、言い出したの。えい、クリスティーナよ。いいか、俺はオオカメに。あなたそのクリスティーナって呼び方やめろ。何？だったらザ・ゾンビ。だから名前呼べ。ならばやはりクリスティーナでは。だから私にはちゃんと。相変わらずいちいち細かいことを気にするやつだな、クリスティーナ。それで？ん？ではない。17歳でアメリカの大学を飛び級で卒業し、説明するおつ。なんでいちいち気にされる。俺は事実を言ったまでだ。それではもう一度尋ねる。俺は一体何の子だ。